ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、 EV シフトがですね、これ世界で減速していると言われる中においてですね、果たして2024年最新のですねデータを確認した場合にですね、本当に EV シフトは減速しているのかと、まあ減速しているのだとすればですね、一体どれほどの減速度合いとなっているのかと、その中においてもですね、一体どのような電気自動車が人気であるのか、そしてですね、2024年シーズン一体ですね、どのような電気自動車が人気になっていくのか、まあ、という点も含めてですね、解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのが世界の EV シフト動向になります。はい、このですね、世界の EV シフト動向の中でですね、よく言われ始めているのが EV シフトのスピードが減速している、もしくは EV シフトがすでに停滞しているという主張になります。その主張が果たしてどれほど正しいのかについても、特に EV の主要マーケットである欧州市場、そして世界全体のそれぞれからですね、俯瞰していきたいと思います。まずはじめに EV 販売を積極的に推し進めようとしている欧州市場に関して、最新のデータが判明している2024年1月度のバッテリー EV 及び PHEV のですね、これ販売台数の合計が20万台弱と、前年同月である16万台弱と比較しても 25% ほどの成長を達成していると、着実に EV 販売が増加していることが見て取れるわけです。他方で注目すべきは、黄色で示されている新車販売全体に占めるバッテリー EV と PHEV の販売比率を示す電動化率になります。直近の1月についてはズバリ 20% と、すでに新車全体のうち5台に1台がバッテリー EV が PHEV に置き換わっている状況であるものの、前年同月についてはズバリ 17% を実現していることから、そのシェア率という観点ではたったの 3% しかですね、これ上昇させることができていないわけです。この要因については、半導体不足の解消によって新車販売全体のボリュームがですね、前年同月比で 12% の回復を見せているからです。したがって、確かにバッテリー V と PHEV の販売台数の伸びが自動車販売全体を上回っていることから、EV の売れ行きが増していることは間違いないものの、その販売台数という絶対数を追うのではなく、シェア率の数値も同時に確認することが重要なわけです。次に特にバッテリー EV の登録台数に絞ってみると、直近の1月は12万台オーバーと、この通り前年同月と比較してもなんと 29% ほど登録台数を伸ばすことに成功と、バッテリー EV 単体でも着実な成長を確認可能なものの、全く同様に新車登録台数全体に占めるバッテリー EV のシェア率を確認するとズバリ 11.91% と、2022年シーズンからの編成を見てみれば、そのシェア率が横ばいに推移している様子を確認可能なわけです。特に1月に絞ってみると、2022年から 9.98%、10.27%、そして2024年の 11.91% と、まあ、わずかずつバッテリー EV シェア率が上昇してはいるものの、想像以上にシェア率が伸び悩んでいる様子が見て取れます。特に2023年シーズンはバッテリー EV シェア率が伸び悩んだ1年だったことから、果たして2024年シーズンバッテリー EV がどれほどの成長を遂げることができるのかに注目が集まっているわけです。それではこの欧州市場において、特に2023年シーズン通してどのような EV が人気だったのかを確認していきたいと思います。この通りぶっちぎりでトップの販売台数を達成してきたのがテスラモデル Y の存在です。その販売台数も25万台オーバーと、2位に 2.5 倍以上の差をつけて首位を独走した1年だったことが判明したわけです。しかもその2位にランクインしているのもテスラモデル3なわけですね。アメリカ製のバッテリー EV が自動車王国欧州市場の EV 市場においてワンツーフィニッシュという、まあ、そのテスラの圧倒的な支配の構図が見て取れるわけです。またこのランキングで注目すべきは、人気車種トップ20を見る限り水色で示されている PHEV の販売台数が少ないという点になります。これは2023年シーズンから欧州の多くの国において PHEV に対する税制優遇措置が一斉に廃止されたことで、その PHEV の販売台数に大きな悪影響を与えたことが要因と考えられると思います。中でも XC40 やキアニロといったバッテリー EV と PHEV を両方ラインナップしている車種は、どちらもバッテリー EV の販売の方がマジョリティであることからも、バッテリー EV が優勢であることが見て取れるわけです。またトップ10にランクインしている MG4 とダーシアスプリングの両車種については、中国市場で生産されているものの、2024年以降についてはフランスを筆頭として中国製の EV に対して EV 購入補助金の対象から除外してくることから、もしかしたらどちらの車種についても2024年シーズンはこの販売ランキングトップ10から脱落する可能性もあると思います。いずれにしてもこの欧州における中国製 EV への制裁措置については今後も情報アップデートするべきですね。そしてそのようなですね、
欧州の動きに対して中国側が逆に報復措置を実行してくる可能性についても含めてですね、最新動向を注視していく必要があるとは思います。はい、次にですね、これ世界全体の EV シフト動向についても俯瞰していきたいと思います。このグラフは世界全体のバッテリー部位と PHEV の月間販売台数の変遷を示したものになります。最新のデータが判明している2024年1月についてはズバリ 106.7 万台もの EV が世界で販売されたと。前年同月と比較してもなんと 60% 以上もの販売増加を記録しました。また新車販売全体に占めるバッテリー部位と PHEV の合計台数の比率である電動化率についてもズバリ 16% と、前年同月である11% と比較しても着実な成長が見て取れます。2021年以降の1月の電動化率については 5%、10%、11%、 そして2024年シーズンの 16% という流れからも欧州市場とは異なり EV 市場が成長している様子を確認可能です。そして特にバッテリー部位に絞った販売シェア率についてを黄色のラインで示しながら、我々日本市場をはじめ中国市場や欧州市場などと比較してみると、まず黄色の世界全体については直近の1月においてジャスト 10% と、まあ、つまり現在世界で発売されている新車のうち10台に1台がバッテリー部に置き換わってしまっている状況なわけです。また2023年1月におけるバッテリー部の試合率も 7.6% だったことから、やはり欧州市場と比較しても明確に成長している様子を確認可能です。世界全体の EV シフトという観点では2024年シーズンは、まあ、かなり期待できる1年となりそうだと思います。やはり水色で示された中国市場が1月単体では世界の EV 販売のマジョリティを占めることによって世界の EV シフトを牽引しているものの、世界第2位の自動車大国であるアメリカ市場については 7.9% と、まあ、世界平均よりもですね、やや遅れている状況ではあります。そして日本市場については未だに 2% を超えることができないという、まあ、主要先進諸国と比較しても全く EV シフトが進んでいない様子も見て取れるとは思います。そしてこの世界全体においてどのような EV が人気だったのか、そして2024年シーズンどのような EV が人気となるのかについて、まずはじめにこのグラフは2023年シーズン通しでの世界全体での EV ランキングトップ20を示したものになります。トップに君臨していたのがやはりテスラモデル Y の存在です。グローバルで120万台以上というですね、まあ、化け物級の販売台数を記録しながら、これはトヨタカローラであったりトヨタラブ4よりも多くの販売台数を達成と、まあ、正真正銘ですね、世界で最も売れた自動車に君臨するというレベルなわけです。またモデル3についても53万台弱という販売台数を達成と、まあ、世界全体でもですね、このテスラの2車種が EV シフトを牽引している様子を確認可能なわけです。他方でこのグラフの通りトップ20のうちなんと16車種が中国メーカー製の EV だったというですね、その中国製 EV の支配力の高さが見て取れるわけです。その中でもさらに8車種が BYD 製の EV だったということからもですね、2023年シーズン世界の EV シフトを牽引していたのはテスラと BYD だったことが見て取れるわけです。他方で中国製 EV16 車種とテスラ2車種以外でランクインしたのがフォルクスワーゲンが発売している ID4 と ID3 の存在です。まあ、確かにフォルクスワーゲンは思うような EV 販売台数を達成できていないと言われているもののですね、まあ、それでもこの並み居る競合 EV たちの間に割り入って2車種の EV をランクインさせてきたという点はですね、まあ、EV シフトに注力しているフォルクスワーゲンの、まあ、一定の成果であるとは言えると思います。そして2024年シーズンの展望について、このグラフはその2024年1月における EV 販売ランキングトップ20を示したものになります。先ほどの2023年シーズンと同様にテスラがトップにランクインしながら、やはり残りは中国製 EV が占めているという構図は変わらないものの、第4位にファーウェイの i と M7 がランクインしているという点こそですね、2024年以降の EV シフトを俯瞰するでは絶対にですね、これ見逃せない点になります。このファーウェイについてはファーウェイインテリジェントモビリティアライアンス、通称 HIMA という EV 連合を立ち上げて、その傘下に今回の i とだったり、ちょうど年末から納車をスタートしているプレミアムセダンの S7 をラインナップしているルクシード、さらには2024年中に発売される予定のハイエンドセダン S9 をラインナップする予定のステラと、そしてさらにもう一つのブランドを含めて合計4つの EV ブランドを立ち上げる方針です。この EV 連合によって2024年シーズンスマホメーカーだったファーウェイがどれだけ EV 市場でプレゼンスを発揮することができるのかに注目が集まっている状況なわけです。はい、このようにしてですね、現在世界で EV シフト減速と言われているもののですね、まあ、確かに欧州などの地域では特にバッテリー EV のシェア率が停滞している様子を確
認可能なものの、世界全体という観点で言えば原則は確認されていないと、まあ、着実に販売シェアを伸ばしている様子を確認可能なわけです。特に2024年シーズン注目すべきは、中国市場におけるファーウェイの EV 本格参入によって、これまでのテスラ BYD 時代が、まあ、どのように変化していくのかと、まあ、そしてですね、これ我々日本市場についてはですね、これ世界と比較しても明確にですね、これ EV シフトで遅れている、まあ、トップぶっちぎりでですね、遅れていると言っても過言ではありませんので、まあ、このですね、日本市場の EV シフトがですね、この2024年シーズンにおいてどれだけですね、成長を遂げることができるのか、まあ、遂げないのであれば一体どのような理由が考えられるのかも含めてですね、このですね、まあ、我々日本を含めた世界全体のですね、これ EV シフト動向については定期的にですね、情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。世界の EV シフト動向になります。もう喋れんぞ、もう喋れん、もう無理、死にそう、マジで。ああ、死にそう。